イサベラ・レオナルダは、イタリア北部の都市ノバーラ出身のイタリア人、作曲家である。16歳の時、彼女は、セイウルスラ修道院のセイウルスラ学校に入り、生涯をそこで過ごした。彼女は、修道院にいる間に作曲した数多くの楽曲で、有名となり、当時最も多作な女性作曲家の一人であった。アンナ・イサベラ・レオナルダは1629年9月6日、 ジャン・アントニオ・レオナルディと妻・アポロニアの娘として生まれた。レオナルディ家は、ノバーラの古くからの名門家族で、一族からは、教会や役所や貴族の交換を排出していた。イサベラの父は、白爵の称号を持ち、法学博士であった。1636年にレオナルダは、ノバーラにあるセイウルスラ修道院セイウルスラ学校に入学した。彼女の家族は、 セイウルスラ修道院の熱心な講演者であり続け、それはレオナルダの修道院での影響力に貢献したと思われる。彼女はセイウルスラ修道院でマードレ、スペリオーラ、マードレビカーリア、評議員といった様々な職位を歴任した。これらの職位の正確な意味は不明だが、スペリオーラは修道院の中でおそらく最高の地位である。レオナルダは 彼女の故郷では高く評価される作曲家であったが、その作品はイタリアの他の地域ではほとんど知られていなかった。彼女は60年間にわたって作品を発表しており、最初は1640年の対話曲で、最後は1700年の単声のためのモテット集であった。レオナルダはその期間におよそ200曲を作曲しているが、1670年、 以前に出版されたは、ガスパーロ・カサーティが出した対話曲だけだった。彼女は50歳を過ぎてから本格的に作曲を始めたので、その頃から彼女の出版された作品を知ることができる。イサベラ・レオナルダは歌手や楽器奏者として知られているわけではない。しかしそれは彼女の名声を損なうものではなく、彼女はバロック音楽の時代の最も多作な修道院。 作曲家の一人であり、生涯に約200曲もの作品を作曲している。セイウルスラ修道院に入る前のレオナルダの音楽教育についてはほとんど知られていないが、おそらく彼女は裕福な上流階級の家庭で育ったことで音楽的素養を身につけたと考えられる。修道院ではガスパーロカサ、ティに指示したことがある。 彼は1635年から亡くなるまでのバーラの大聖堂付け作曲家であまり知られていないが才能ある作曲家であった。二人の直接的な関係を示すのはカサ・ティノ・教会競争曲集第三集に含まれる二つの劇的対話曲であり、その最初の曲はレオナルダの作品として知られている。修道院の中では 彼女は1958年の文書に音楽教師と記されている。このことはレオナルダが修道院で他の修道女たちに音楽を指導する役割があったことを推測させる。そして彼女の作品を修道女たちが演奏する機会があったかもしれない。レオナルダの作品は教会音楽のジャンルをほとんど網羅していて、それは 単声から4世のモテットや教会協奏曲、ラテン語の教会対話曲、紙編曲、レスポンソリウム、マニフィカト、リタニ、ミサ曲、そして教会ソナタである。それに加え彼女は、ソロと、通奏低音の曲、合唱曲、弦楽合奏曲を作曲している。レオナルダはさらに地元の言葉による成果をいくつか書いた。彼女の作品番号16の教会ソナタは、 歴史上初めて女性が作曲した気楽ソナタであった。レオナルダが最も得意としたのは単コへのモテットだが、歴史的に重要な作品は彼女のソナタである。彼女は生涯に数多くのソナタを作曲した最初の女性であった。例えば、ソナタ第1番から第11番は2本のバイオリン、ビオローネ、そしてオルガンのための作品である。ソナタ第1、第3、 第4、第7、そして第8番は、競争的ソナタで、3つの楽器はそれぞれ少なくとも1回は、ソロのパッセージを演奏する。ソナタ第12番は、レオナルダの唯一のソロソナタで、彼女の最も有名な作品の一つである。この曲は2つの感情楽章を含む7つの部分に、分かれていて、感情楽章は、レチタティーボのように、即興演奏の装飾音が付けられている。 17世紀初頭のイタリア音楽には第1作法と第2作法の区別があった。一般に第1作法様式の教育は女性には開かれていなかったが、レオナルダは正式な大法を教わりそれを自分の多くの作品に使っている。レオナルダの複雑な火星の使用はセウルスラ修道院でのポリフォニー音楽の育成に彼女が影響を与えた一例であり、同時代に 多くの他のイタリア人修道所が自分の修道院で同じことをしていたのである。この様式は音楽家の創造性を引き出す雰囲気を醸成しており、即興演奏や音楽的装飾音を可能にしている。レオナルダのソナタはしかし、ソナタの正式な構造とは異なっていた。アルカンジェロ・コレッリが確立した標準は4楽章。 環球環球の形式の境界ソナタであった。しかしレオナルダのソナタは4学章から13学章まで変化のある形式で環球環球のモデルも踏襲していなかった。それに加えレオナルダは繰り返しも普通とはかなり違ったやり方を使用した。ソナタ第5番は最も一般的である。ソナタ第10番は2つの繰り返しがあり、アブクディベットフブグのパターンである。 ソナタ第4番は、極めて特殊なパターンで、アブクデフギジ j ジェイアイとなっている。学章には、基本的に3つのタイプがある。二拍子の早い学章には、しばしばいくつかの通模倣様式があり、乾燥なの伝統から派生している。二拍子の遅い、表情豊かな、ホモフォニーの学章は、おそらくトッカータやレチタティーボと関連している。 そして明らかにダンスに関連した三拍子のホモホニー学賞。レオナルダのほとんどすべての作品には、二つの拳字が掲げられている。一つは聖母マリアにあてたもので、もう一つは行為にいる人へのものである。彼女の拳字の一つで、レオナルダは、作曲は、現世での賞賛を得るためではなく、彼女が聖母マリアに献身していることを、世のすべての人に知ってもらうためだ。 と言っている。検事を捧げられた人には、ミラの大司教、ノワーラの司教、そして神聖ローマ皇帝レオポルド一世がいる。修道院への財政支援を求める必要からこれらの検事の多くは書かれている。また彼女は、作品中の検事の中で、作曲は休憩時間にだけ行ったもので、修道院での管理業務を怠ったものではない、と記している。このことは、 レオナルダが修道院の中で高い地位にいることで他の修道女より作曲に多くの時間を避けるのだという多くの推量をきっぱりと否定している。ありがとうございます。